モン。モン。はい、こんにちはくんです。ということで、これ最終日かな ?4 日目。警察が来るまであと1日。な、ドン、白雪、は。飛び起きると俺は何もない空間に手を伸ばしていた。秘密のない人間なんていないと。だよな。その通りだ。何の秘密を知ったんだ?青木と別れた。え、そうなのか?あ、俺と付き合うか?女装でその、私が青木に振られたんだよ。バラして俺は言うのもなんだけど、秘密を知った相手でこの前通り接するのは辛かったんじゃないかな。片口まで顔ゆすぎすみれは黒だでしょ?ん?気がついた俺はすみれを突き飛ばしていた。違う。そう。それは今日の会議でみんなに判断してもらうじゃん。どうした黒だ?なんか物音がしたが、すみれ大丈夫か?俺の秘密を知ったすみれ何より恐れる存在。何の秘密を知ったんだ今のね。考えていてもわからない。絶対にすみれの弱みを握って口止めしてやる。はい。行ける場所なんてあるかな?あー、なんか、みんな微妙なところにいるのか。青木の部屋を覗くか。これ一緒だよな。なんもないな。青木はもう脅威ではない。金沢の部屋。何もなし。そして、緑の部屋も、なんかあるかな。スペシャルコラーゲン美容パック。あー、はい。すっげえどうでもいいな。黒田の部屋。俺の部屋か。これもどうでもよし。2階。白雪の部屋。おーこの時計少し傾いてるじゃん。こういうの気になるんだよね。白雪の部屋ってさ、白雪寝てんじゃね?なんだこれ、裏にテープで固定されてる。これは盗聴器?へぇー。すみれ。うわー女二人でおるな。ちょっと勝手に触らないでくれる?あー喧嘩どっちまでみやす、もうやめて。緑黒田の肩持つの。そうじゃない。黒田君のが怪我をさせた分悪い。何かしないとな。赤井の部屋は何もなし。君は、はあ、私の玉の肌が。青木は自分の肌。あー、もしかしてこれ使えるかな。それ高いよ。どうしてそれを。うん。こいつ、これでおさらばできんのか。俺だって必死だったんだ。すみれに二股まで俺は別れを切り出した。そしたらあいつ許すから別れないでって言ったんだ。白雪や俺を責めるどころか黒田お前はかなり恨んでたよ。あいつちょっとヤバいやつだったのかもな。そしてこれサンキューな。あーなんでだろうな。あースマホ、ん?スマホの充電器ってどっかにあったな。あちょ待って、そら森だ。だこっちじゃなかったっけ。誰かの部屋にあったな。確か青木の部屋じゃないか。あ違う、これスマホのケーブルあったけど多分ちょっと関係はない。んてかあいつは金田は。やたら食料保存されてる。普通に食べても1週間持つだろう。ちょっとストップ。待て、何かあったぞ今。見落としがあった。なんだろう、胃腸薬、胃薬だ。この目がよく効くんだよな。なるほど。どうするかね。すみれさん。あなた、ちょっと勝手に触らないでくれる?もう行くの。洗い物あるからまたね。うん。何あんたまた来たの?ずっと部屋にいるのつまらないだろう。そんな捨てられた子犬みたいな顔しても無駄だから。白雪もかわいそうだね。あんたの秘密を知ったせいでさ。変だな。白雪は俺と会った時誰にも言ってなかったはずだが。バラす前に俺は殺した。どうしてすみれは、白雪は俺の秘密を知ってるんだ。リビング。君、よう黒田、すみれの、助けてくれよ赤い。門。門。もうほっとけ、明日には忘れてるさ。炭鉱電池だな、今拾ったんだよ。すみれは2、3日前に流し、探してみたらね、とれ、あー、盗聴器!
なるほどね。赤いか大活躍だな。赤い俺のこと疑わないし、一番いいやつじゃないのこいつ。おい、すみれさん、盗聴器ですよ。ちょ待ってよ。もう終わりか。すみれに渡さないでいいのか。会議で渡せばいいのか。他はなさそうだね。もうこのまま挑むか、戦いに。戦いって良さそうだね、このまま。あれ、和室になんかいる。よう、子人なんて珍しいな。なんだこいつ、邪魔したな。何してるんだ、聞きたいか。別に、実は緑のやつが俺にテロリを振る舞ってくれるらしいんだ。なるほど。じゃあ俺はスミレのところに行かない。スミレやめとけやめとけ。さっきペリーダンス、ペローダンスだったけどな。ダンス踊ってた。ダンス？スミレが運動してるのを見た。おお。君、完成。緑何してるんだ。サンドイッチ作ってたの。あ、金沢のやつも楽しみにしたぞ。黒田くん味見してくれる？まあなんか料理まずそうだもんな。おお、できたのか。じゃあ俺はこれで。緑からサンドイッチをもらった。あー、何かできるのかな。和室、君サンドイッチ食べてるか。せっかく緑が作ってくれたんで全部食べないと。スミレにサンドイッチあげるか、とりあえず。緑からの差し入れだ、置いといて。あれ食べない、もしかして料理が下手なこと知ってるのか。サジヤが持ってきたもん口にできるわけないでしょ。あー、シノコのやつに食べればいいんじゃないかな。緑が作ってくれ、作ったって分かったなら食べるし。緑の料理で治ったみたいだな。よし、スミレの部屋は見れるようになったぞ。裏掲示板に書き込み、裏掲示板？キャロミ、マジで白豚キメですけど、今日もね、まあまあまあ、普通にキャラ通りだよね。うん、キャラ通り。これは浮気の現場を押さえた写真か。スミレは二股を知っていたのか。でも昨日のような青木の二股を初めて知ってるのリアクションだったの。あれは演技だったのか。おー。なるほど。いやでもこれぐらいしか多分ないな。よし。あ？いや、裏工作続けよう。ちょっと待って。まだね、多分トイレに駆け込んでるはずなんだ。あー、ダメか。いや、これ多分もう裏工作始めていい気がするな。もう終了して。よし、これで終了いってみよう。ピン。いや、十分入手したでしょう。物は揃った。みんな早く会議を終わらせたいという気持ちいっぱいだろう。赤いとは全然戦ってないよね。どうしてみんな疲れた顔してるな。特に連絡するのは今日はもう終わりにするか。ちょっと待って、白雪のことは昨日うやめになったじゃん。あ、そのことだが、もしかして俺のせいかなって思って。やっぱ俺がずっと二股してはっきりしないから白雪を思い悩んで、その自殺とか。青木は悪くない。そうだ、考えすぎだ。そうだよ。白雪さんが自殺なんかするかな。大丈夫。あー。秘密の暴露か。スミレ、何か自信があるみたいだが。ねえ、黒田。何？とぼけても無駄。犯人は黒田だよ。証拠でもあるんですかね。証拠はない。ほう。いいから聞け。私は黒田の犯人、確信を持てるような動機を知ったから。黒田は白雪を殺す動機か。そう、黒田の動機。黒田は白雪に恨みを持っていた。このままだとまた俺に疑いが向けられる。とにかくスミレに疑いを向き続けるようにしないと。スミレにも動機があるじゃないか。そんな理由ないんだけど。だってスミレは白雪に青木を取られている。いや、まだ取られては。地上のモスレってやつか。モテる男は違うな。え、私が二股を知ったのは昨日。白雪は死んだ時には二股は知らなかったの。なんで私白雪を殺さないといけないの。いや、そうではない。